石の養蔵雑談。鉄は熱いうちに鍛えよ。これ何言っているか。鉄は冷えてからなら鍛えても鍛えられない。鉄は熱いうちに鍛えよ。当たり前のことを言っているが、これ人の人生にも同じことが言える。だから鉄は熱いうちに鍛えよは、非常に人生にとって意味ある言葉である。鉄が熱いうちを人生で言うと、まあ20代前後まで、生まれてから20代前後まで、まあせいぜい30まで、なち学ぶべき時に学ばんと、その時を過ぎてからでは学ぶのが遅い。学んでも効果が少ないことを言っている。だから人は20歳前後までに学ぶべきものを学んでしまわんというか、しかし本当に20代前後までに学ぶべきを学んでいる人は少ない。この間に遊んでいる、落ちこぼれている、こういう連中が今非常に多い。後で学ぼうとしても、例えば30代に学ぼうとしてももう遅い。ものすごい努力をせんと30代になってから学ぼうと思えば、若い時のように20歳前後までのように学べない。だけど私は30代になっても学ぶ、なんぼ一生懸命やっても効果は少ないが、やはり学ぶべきだと思っている。学ばなかったら何にも進歩がない。学べばもしかしたら進歩があるかもわからない。学んだから言うて進歩があるわけではないけど、学べば進歩がある可能性もある。だから人は30代でも40代でも50代でも60代でも学ばんといかん、努力せんといかん。学ばない、努力しない人間には何もない。学ぶあるいは努力する人間には絶対何かがあるとは言わないが、ある可能性がある。だけど後で学ぶ時はやり方を、学び方を工夫せんといかん。
またその工夫ができない人間がほとんどである。努力する、学ぶ、努力すると言いながら自分では一生懸命やっている、一生懸命やっていると言いながら案外やっていないのがまた大部分である。自己満足して自分でやっている、一生懸命やっている、一生懸命やっているから効果が上がる、こう思っている人間が大部分であるが、それは自己満足で自分でそれで満足しているだけで、これも効果があんまり上がらない。大体人間自分には甘い、自分はどんなアホでも自分は賢いと思っている、どんなアホでも努力したらわあ俺は賢いな、努力しているなと思う。賢いか賢くないかは、勉強しているか努力しているかは他人が判断することで自分が判断することではないけど、アホほど自分が賢いと思い、自分が努力していると思い、自分が努力の効果が上がっていると思う。これは自分に甘いからである。第三者は他人が判断することである。自分で判断したらいかない。やはりだけど大器晩成という言葉がある。大器晩成というのは小さい時ぼやっとしていたが、年取ってから大きく大きくなるという人間を大器晩成の人という。これあるんだな。30代40代50代になって勉強してごっつい勉強や努力の成果を上げて大きな効果を得る人がおる。だけどこれも例外で、みんなほんなら30代40代50代になって勉強する努力するすれば大器晩成になるというわけではない。あくまで例外である。例外を期待したらいかない。自分は例外だと考えたらいかない。やはり一番常識的なやり方はやっぱり20前後までに学ぶべきことは学び、努力すべきことは努力して、それを土台にして次は伸びていく。次は積み重ねていく。これが一番まあ成功する可能性が高いやり方だと私は思う。小学校で落ちこぼれ、中学校で落ちこぼれ、高校で落ちこぼれ、大学で落ちこぼれ、社会の出発時点で落ちこぼれ、落ちこぼれ落ちこぼれて30代40代になってそれから頑張ろう、これ大変しんどい道。
成功する可能性は非常に少ない。でもそういう人でも頑張ってほしい。学び頑張れば必ず成功するとは言わないが、成功する可能性もある。言いたいことは自己満足するな。俺こんだけやっているんだとか、俺こんだけ頑張っているんだとか、だから成功するんだとか、そんなことは思うな。自分で自分を評価しない。人が評価する。それをアホな人間ほど、俺勉強した、俺努力した、一生懸命やった、俺成果が上がると簡単に考える。そんなもんじゃない。厳しい。本当はちゃんと初めからやっとった方が楽、あるいは効果が上がる。もうそれもある年になったらもうだんだん頭も体も劣化するから、これ努力や学ぶいうことも効果が上がりにくくなる。それでも言いたい。70代になっても80代になっても90代になってもやっぱり学ぶ、努力することを忘れてはならない。それからでも伸びる人は伸びる。70代になっても伸びる、80代になっても伸びる、90代になっても伸びる、死ぬまで伸びる。学び、努力することを怠らなければ死ぬまで伸びる可能性がある。伸びるんじゃなくて伸びる可能性がある。伸びる可能性を信じて、だから努力する以外はない。また悪いのは20代まで一生懸命学び努力したから、もうあと努力はいらない、学ぶ必要はない。これもアホタンの考え方。人間は一生学び努力せんといかん。すると成功の可能性がある。学び努力するのは年齢とは関係ない。ただ一番効果的なのはやはり、まあ常識的なやり方をやることが一番効果的であるが、ほんなら常識的にやったら成功するのかというと、そうでもない。私が言いたいのは、最後は運がある。運があるけど、運に期待したらいかん。自分に期待することが大切。ということは、学ぶ努力する自分に期待することが大切。